新竜寺は東京都世田谷区北沢2丁目にあった寺院。総当州に属し、大大山西条寺の末寺として1929年に創建された。世田谷の道、両村として知られ、節分会の行事として始まった天狗道中は天下一天狗道中となって、下北天狗祭りのメインイベントとして親しまれている。この寺院と下北天狗祭りは、 天狗祭りと新龍寺として1983年に世田谷百景に選定された。その他に境内が下北沢音楽祭などのステージやイベントに使用されるなど地元とのつながりが強い寺院だった。新龍寺は2019年春に小田原に移転し道具は解体された。下北沢駅の北口から商店街の中を通り抜けて4から5分歩くと 境内に続く小さな石段が見えてくる。石段を上がるとすぐに寺院の境内に入り、そこには大きな天狗の面を収めた天狗堂が建っている。この寺院は正式名称を大大山新龍寺といい、相当州に属している。大大山最長寺の末寺で1929年に創建された。本尊は同僚大殺多である。同僚は 最上寺改産の良安、恵明の弟子であったと伝わる。1394年の最上寺改装の際に、道良はその改力を生かして、大いに働いた。1411年3月に、良安恵明が没すると、道良は寺の仕事、主上救済を誓い、天狗に姿を変じて昇天したという。明治時代初期に、 玄丹さんという名の僧侶が道、両大ったの像を自作して、巡回の本尊とし、関東地方一円を巡釈していた。1929年になって、伊藤道会という僧侶がこの地に、西条寺の末寺として、新竜寺を建立し、像を安置して、本尊とした。新竜寺は、世田谷の道、両村として知られ、東京新竜港を組織して本寺である。 最長寺に参門したり、成城鎮火祭、御霊送り、節分会などの行事を開いたりして、地元との関わりが深く、節分会の行事として、昭和初期に始まった天狗道中は、天下一天狗道中として、下北天狗祭りのメインイベントとなっている。この寺院と下北天狗祭りは、天狗祭りと神竜寺として、1983年に、 世田谷百景に選定された。新龍寺は2019年春に小田原に移転し、道具は解体された。大天狗の面は寺との話し合いによって下北沢の一番外商店街が保管することになった。境内で目を引くのは歴史の項でも触れた大きな天狗の面である。この面は高さ3メートル、幅約2メートルあり、長い花は商売繁盛を。 ハウチワは、平和、そして高下駄は何事にも負けずに踏み越えていく、勇気を表していると伝えられている。この天狗は、同僚村の化身でもあり、伊徳と人通力を持って、厄災を除く利益があるという。下北天狗祭りのメインイベント、天下一天狗道中では出汁に乗って、行列とともに商店街を練り歩いている。新龍寺の本尊は、 歴史の項で述べた道、両大ったで、観音の十一ある顔形の一つが天狗すなわち、道、両の姿である。この天狗の姿をもって、現世の苦を救う利益をもたらすことから、人々の信仰を集めている。境内はさほど面積が広くなく、歓声な寺院である。下北、天狗祭りに伴って開催されるイベント以外にも、毎年7月下旬にはここを会場として、 縁日大会が開かれて賑わいを見せる。1991年に始まった下北沢音楽祭でもかつては境内がステージやイベントに使用されるなどして人々に親しまれていた。新龍寺は毎年節分の時期に行われる下北天狗祭りのメインイベント天下一天狗道中の起点及び終点となっている。 天下一天狗道中は大天狗、小天狗、カラス天狗や、山伏、福親、福女などが行列をなし、最後尾には普段は天狗道に鎮座している巨大な天狗の面が出しに乗って、随行する。ほら会や太鼓の音に合わせて、下北沢駅の北口近辺や、商店街などを練り歩いて、豆をまくが、この時の掛け声は、福は、うちを三回繰り返すのみで、鬼は、 外とは絶対に言わない。これは新竜寺解散の伊藤道会が心の中に服を満たせば鬼は自ら退散していくと教えていたことによるという。天狗道中自体は新竜寺根流当初の1929年頃から節分会の行事として開運と役除けを願って行われていた。第二次世界大戦開戦前はかなり遠方まで。 出かけていたといい、対戦中も道中は中断することなく続けられてきた。東京オリンピックの開催前後に起こって、日本各地に広まった建設ブームの影響を受けて、道路がダンプカーやトラックなどの通行優先となり、街中を大勢で練り歩く行事には警察の許可が降りなくなった。そのため、天狗道中は街頭での行列を取りやめて、 新流寺の境内のみで行われていた。年月が過ぎて、ダンプカーやトラックなどの通行優先だった時代から、歩行者優先の時代に変わると、天狗道中を復活させようという動きが出てきた。この動きの中心になったのは、当時の商店街青年部のメンバーたちであった。彼らは地域ぐるみの一大イベントとして、天狗道中を復活させようと考え、新流寺川もそれに賛同した。 1977年、天狗道中は、下北天狗祭りのメインイベントとして復活した。もともと節分会の祭事ということで、下北天狗祭りは、毎年節分前後の金曜日から日曜日にかけて開催されている。初日は、前夜祭りとして、夜の8時頃からカラス天狗が商店街の飲食店などに現れて、豆をまき、二日目が、 天下一天狗道中、最終日の3日目は、スタンプラリーや、景品交換などのイベントを実施している。協賛には、下北沢商店連合会、世田谷区、地元の小中学校、そして企業などが名を連ね、この祭りを守り盛り立てている。下北天狗祭りは、地元の名物イベントとして定着し、2019年の時点で84回の開催を数えている。 ありがとうございます。